さあ行くぞ。どうも、日向夏マンボウです。久々のマンボウクックですよ。あ、日向夏クックって言った方がいいのかな。今日は撮影者ちょっと変わってまして、リーダー翔吾です。はい、リーダー翔吾。髪切った？切ったよ髪。で、引っ越したんですか？何、うん、ちょっとね、いつものキッチンと違う感じでカクカクシカジカあって、うん、今回の料理、サバ使いましょうよ、ね、サバ使いましょう。同じ今働いてる、名前は出せなっつったからミスター T と呼ぼうか、ミスター TK と呼ぼうか。 TK が頑張ってくれて釣ってきました。あ、まさに習ったみたいだけど出すわ。もうね、ちょっと半分しかもらってないからあげちゃったんだけど、こちら今ペーパーでくるんでるから出すわ。ペーパーから出すわ。はい、ドン。そのこれ茹でちゃったからあれやけど、サバ。え、何のサバだっけ。何、え、なんかさっき言ってたじゃん。もうサバいでしょ、またサバサバサバでかけて、あ、サバいでしょ、またサバ。あ、で、何作ろうかな。竜田揚げ作っていきましょう。作っていきまーしゅい。さあ、行くぞ。はい、じゃあまずそばいていきます。まあ、三枚おろしにしかしてないから中骨があって、で、ここにまだ腹骨があるから、この腹骨からついていきます。ドンドン。ここがね、腹骨作るのが一番苦手なんですわ。うるせえ、もし。うるせえね。何？選挙活動？選挙活動ですよ。中骨取っていきます。これ中骨をすくときに使っちゃおうよ。ブーン。ブーン。ピンセット。借金の。いやー。100均のピンセットで、この中骨取れば、ここのね、ここをね、ここを無駄にしないから。魚がちっちゃいからちょっと取っていくわ。こうあるね、こう、これでね、取れんぞ。硬っ。この分かりやすいところから取っていくじゃん。取れんわ、100均のやかい。うん、取れん。えぐってんな、肉が。そうなんよ、サバがね、柔らかい。俺、竹して俺のせいじゃない。うん、取れた、オッケー。こうやな、こうしよう。オッケー、できた。じゃあこれを4分の1カットにしていきます。ここでもう切っちゃうよっていうね。4分の1でいいか。これで、これの水気を取っていきます。はい、じゃあ片栗粉をまぶしていきます。パッパンスは落とすだ。きな粉か、忘れたけど敷いて、パッと、ここにパッと。オッケー。じゃあこれを油で揚げていくのもいいんだけど、これちょっと焼くわ。はい、揚げまーす。必ずこれ、あれね、ケツの方からいっちゃうね。まずこれ、あまり良くない焼き方ので、こうやるとこうなるよっていう焼き方ので、これ焼いてる間に、こうやって押さえちゃうの。こうすると、分かった今何が違うか。はい、魚焼きます。これまず悪い例の焼き方ね。まあ、これ、はい、あ、これ、はい、はい、見て、ま、丸くなっちゃってるでしょ、ここ、はい、ほら、丸くなったらこの真ん中がカリカリにならない。裏返せば分かるわ。断面見たら、ちょっとほら、魚がギュッと丸くなってるでしょ。こうすると、魚もギュッと丸くなるし、皮がしっかりカリカリに焼けます。大体にしたこういう焼き方ですね。こうやって焼くよ。まあ、次は、普通に、この、ちゃんとしたやり方っていうか、まあ、俺がいつもやってるやり方ね。魚焼くときに。しっかり焼けるやり方。しっかり焼けるやり方ね。っていうのは、こう置いて、皮の面を下にして、置いたらすぐに押さえて、ね。こうやって、上からまたさらに押さえる。そしたらこれ、魚がそのまま、
ある程度そのままの状態でも焼けるから、これカリカリになるから、これすると。で、今これ皮面焼いた後にひっくり返したけど、ちゃんと本当にふわふわさせるんだったら、こっから油をこう乗せて、油を乗せながら焼く。そしたら魚がふわって仕上がるから、皮の方はカリッとして、で身の方はふわっと。これが魚の美味しい焼き方だよね。じゃあ焼き上がりました。焼き上がったのがこれ。ドン。皮がしっかりカリカリでいい感じでしょ。あ、潰れてる。しっかりこれ潰れてるよね、うん、ほらこれはまだ大きいからいいけど、ギュッてなって、本当はこれの皮はもう中はこっち多分やばいと思う。これ見て、これしっかりほら、うんうん、潰したからある程度で、これもほらしっかりこの皮がまっすぐでふわって仕上がってるね、ふわって仕上がって、こっち潰れてるよね。こういう感じで、まあドレッシング作っていきます。もうシンプル、今日はシンプルにいく。生姜、醤油酢、これだけで、これ十分だから。これ生姜ね、生姜ちょっと多めに、で醤油はもうこんなもん目分量、うん、まあちょっと多めにいこうか。酢はもう思うてる2倍入れる。はい、1対1ぐらいで、これをもうこんだけでうまいんだわ。ちょっと隠し味だけ入れていいですか。これあんまり、これちょっとね、もうこのこんなもん。これなんですか。だし。だし、うん。でこちらの皿に付けて、うん、最後にちょろっと、まあ仕掛ければ完成です。いいんじゃないでしょうか。じゃあできたんでいただきます。実食してみます。もうこれね、ちょっとタレつけて、うまっ。竜田です。もう何度竜田です。これ、これはうまい。これ調味料に使ったのが醤油と酢と生姜とちょっとしただし、これだけだけどもすごい、うん、ものすごく美味しい。生姜来ちゃってるんで食べてもらえます。ここに新しい箸用意したんで食べてみてください。お、いいね。焼けてるね、なんてね、うん、いただきます。お、うまい。パリパリや。パリパリやね、うん、押さえた方がパリパリに仕上がるんだぞ。これでこれだけでうまいな、この味付け、うん。片栗粉、今ちょっともうあれやったけど、今日簡単に済ましたけど、生姜が効いてる。生姜はちょっと多めに、うん、思ってる2倍入れた。ということで今回は、サバの竜田揚げ作ってみました。簡単なのでね、10分15分20分15分ぐらいで作れるから、あ、魚を買ってぜひやってみてください。ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。